坊やはアイドルに興味があるか？どこに興味があるのか言ってみろ。参考までに聞いてやろう。ほう、確かに音楽には心をつかむ力があるからな。次のライブは踊りや衣装をシンプルにして音楽をじっくり聴かせる方向で考えるか。ああ、完成されたパフォーマンスには目を奪われるだろう。ちゃんと見ているようで安心したよ。なかなか通だな、坊や。歌や踊りに目もくれずに衣装を見るとは。いや、構わんよ。そういう需要を満たすのも大事なことだからな。どうだ坊や、楽しんでいるか？聞こえるだろう、サンタからのプレゼントを喜ぶ人々の声が。これがクリスマスだぞ。しかと目に焼き付けるがいい。そうだろう。さあ、もっと愉快なプレゼントを届けようじゃないか。クリスティーナ・サンタさんの贈り物は一味違うぞ。何を疑っている？サンタが人々にプレゼントを届ける。何も間違っていないだろう。その他のサジなど気にする必要はないんだよ。それは嬉しい悲鳴というやつだな。サンタ冥利に尽きるじゃないか。さあついてこい。もっと悲鳴を聞きに行くぞ。おい、欲しいものを言ってみろ。坊やはいつも気の抜けた顔をしているからな。お前に欲望がちゃんとあるのか、興味があるのさ。答えに窮した際のジョートークだな。くだらないジョークだと笑えばいいのか。いや、本気なのか。愉快なやつだな、お前は。物欲よりも食欲か。坊やは安上がりだな。その程度ならサンタクロースに願うまでもないじゃないか。なんなら今からご馳走してやろうか。私のおごりだぞ。ほう、意外だな。坊やも男の子しているじゃないか。そういうまっすぐさは嫌いじゃないぞ。ならば私と剣を交わし特訓と行こうじゃないか。さあ構えろ。トナカイどもめ、主に逆らうとはな。だが面白い。反逆も謀反も下克上も聖夜を彩るにふさわしい飾り付けだ。楽しくなってきたなあ、坊やもそう思うだろう。坊やは真面目だな。どんな窮地も笑って楽しむくらいがちょうどいいと思うぞ。私のようにな。こんな状況でも人の心配か。本当にお人よしだな。だが安心しろ。こちらにはクリスティーナ・サンタさんがいる。負ける道理などありはしないさ。お前、この状況で本当にそんなことを考えていたのか？ならば、このクリスティーナ・サンタさんが坊やの背中に乗ってあげよう。乗り物になる気分だけでも味わえるだろう。イリア・オーンスタイン、古色蒼然とした物言いのお嬢ちゃんだと思っていたが、姿が変わるとはな。おい坊や、
他に知ってることはあるか？横行な名乗りは嫌いじゃないぞ。どこかの文献にそういった存在の記述があった気がするが、さて真実なのかな。真実ならこの上なく楽しそうだ。お前がどういった趣味思考を持っていようが構わんが、あいつめ坊やを従えるとは面白そうなことをしているじゃないか。どうだ、私に乗り換えるつもりはないか。なるほど、いいことを聞かせてもらった。あとで奴にはフルコースを振る舞うとしよう。歓喜に打ち震える顔が楽しみだ。何をジロジロと見ている。武作法だぞ。ああ、この衣装が珍しいのか。見たからには感想の一つくらいは言ったらどうだ。私を持ち上げる術をよく心得ているな、坊や。豪華絢爛なクリスティーナさんにぴったりな答えだよ。なんだその普通の答えは。言われすぎていて何も響かんな。やり直しだ。ほら、次の感想を言え。私を喜ばせてみろ。そう来るとは。お前、この私の外見を見てよくその感想が出てきたな。やれやれ、これからは可愛いクリスティーナさんと名乗るとしよう。なあ坊や、クリスマスとはどんな日だと思う？私を楽しませるような答えを期待しているぞ。いかにも坊やらしい答えだな。予想通りの退屈な答えだ。なんだその物欲しそうな顔は。ケーキが食べたくなったのか。しょうがないやつだなお前は。なんだ寒いのか。だらしないな。この程度の寒さ、体を動かせばすぐに吹き飛ぶさ。さあその腰のものを抜け。剣をぶつけ合い仲良く温まろう。まるで子供のような答えだな。もう少し色気のある答えを期待していたが、坊やはそれでいいのかもしれないな。温泉をプロデュースしたのは初めての経験だ。これだから人生は面白い。完成したら一緒に入るか坊や。素直すぎるなお前は。いや、こうなったら本当に一緒に入って平然としていられるのか見てみようか。なんだ断ってしまうのか。私からの誘いを断るとはいい度胸だな。そうなると力ずくでも一緒に入りたくなってしまうじゃないか。おい待て、その行動の速さは評価するが気が早すぎる。このままお前の全裸を拝んで雪に埋めてやるのもいいが、今はまだプレゼント配りの途中だからな。実に楽しい戦いだった。クリスマスプレゼントにしてはできすぎているな。坊やも私の邪魔をしなかったことは褒めてあげよう。合わせたつもりなどないさ。まあそれでも噛み合って見えたなら、あの二人を褒めてやるといい。
私は私の好きなように振る舞っただけだからな。何か勘違いしていないか？私は自分が戦いたいから戦っていただけだよ。感謝するなら、その剣でいつか私を楽しませてくれ。ああ、お疲れ様。坊やにねぎらわれるのも不思議な感覚だな。だがまあ、悪い気分じゃないからよしとしよう。いい湯だった。雪見風呂というのも風流でいいものだな。坊やも堪能したか？ん？顔が真っ赤じゃないか。湯に浸かりすぎだぞ。ふん、ちょうど雪があるな。私が冷ましてやろうじゃないか。ソーレン！雪玉を食らうがいい！湯あたりしてしまったのか。それはよくないな。ほら、私の肩を貸してあげよう。安心しろ、そのまま投げ飛ばしたりはしないさ。お前、それは本気で言っているのか？まあ、下心などないんだろうけどな。他の二人に同じことを言ったら、さぞかし面白い反応をすると思うぞ。